んだこの手は。この手はなんだこの手。ちゃん見ときや。ライフ見てるか。ポンシ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 
おい、聞いてるか大事。うーん、じゃ。うーん、じゃ。よいしょ。はい。もう片方のお手手を、ピン。はい、出た。はい、上手。はい、顔を見せとってな。あれあれちょっと警戒態勢があったぞ。おい、まあ、そうとしといたらいいじゃん。何を食べにしてんの。振り向いたらバーってなるじゃん。大丈夫かな。分かったね。ふみちゃん可愛いよ。うん。大丈夫。頭別で。びっくりした。ガン。攻撃すんなよ。小麦が頭ぶつかる。いきなり現れたから怖かった、うん、大丈夫かな。ちょっと帽子かもしれない。考えると一回の施術で粉砕できる色素の量に限界があるため、やけどが治るまで次の施術までの最低2ヶ月期間を置かなくてはならない。実際にミコチの手の甲でかなりのやけどだけどおかしい。ちょっと警戒した。だいぶ良かった。だがこの激痛に慣れることはない。大丈夫、結構しばらく若者たちから絶大な支持を受けていた。そんな何この子ありがとうございます。出演から参加に彼女が今だから思うことは、まあ、ない方がいいんだなっていうのはちょっと変わってきたかな、うん、前までは別に入ってること何がいい分解できなかったけど、うん、そして横取りをして結婚とか相手の親に会うとかお店に行けないとかやっぱそういうことは出てくるから、ね、ファッション誌見てこの服かわいいじゃ買ってあげるわっていうのは実は愛じゃないんだ。エゴなんてあなたのね。目に入らぬか。はい、もう一回お願いします。もう一回ですか。この桜吹雪が目に入らぬか。でんでんでん、金さん。かっこいいね、モロ肌脱いで。金さんかな。勉強できないとダメだなって思ってる。フィンちゃん、かわいいね、あんた。
色っぽいね、あんた。脱げちゃった。脱げちゃった。モロ肌脱げた。モロ肌。両肌や。両肌。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほら、またな。バイビー。